高野さんは借金をされてますが、はい、小屋金さん借金をしたことありますか？もちろんありますよ。お、最高で3000万円ぐらいクローズしたことありますよ。結構行きました。海外に預けてるお金3000万ぐらい飛んだことありますよ。へえ、すごい。僕20代の頃はお金なかったんで、うん、まあ、借金って別に投薬みたいな借金とかじゃないんだけど、はいはいはい、やっぱり失敗しながらここまで来たんで、うん、しんどかったことはある。なるほど。でもその都度こうまた稼いで取り戻してやろうっていうことでできた時に振り返ったらそれって実績じゃないですか、うん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 、それを積み重ねてここまで来た感じはしますね。なるほど。だから別に変な買い物してマイナス作ったとか、はいはいはい、例えばすごいなんか夜の世界にハマって飲み代で消えたとかそういうしょうもない金は僕一切ないんだけど、なるほど、事業とかそういうことで勉強するために失ったお金は数知れず、自分のための投資で使っちゃったと。そうですね。それはもうこれ見てる皆さんもね、はい、全然借金を進めるわけではないですけど、そういうこともあっていいよっていう。多分ね、人間200万から500万ぐらいの借金が一番きつい気がする。それ以上の借金ってローンを組めてるからあるとか、はい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 、もう額が大きすぎてもうええわって開き直れる金額でもあるんですけど、うんうん、200から500ってリアル、リアルですね、うん、それって20代の時はねマジでしんどい。もう本当になんていうの、重りですよね。そうでもそういうことってなんか自分の人生のためにでも必要な要素としてある出来事だと思うんで、うんうん、マイナスに考えずにね、ちゃんと返して稼ぎ切ることを考えた方がいいと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。